はい、モコフィットネスです。今日もちょこっと雑談始めていきましょう。月曜日ですね。皆さん張り切って一週間乗り切っていきましょう。はい、コメント開始です。はい、最近あれですね、僕の動画を見てる人たちのこの健康リテラシーの高さとあるや、ねえ、びっくりしますよね。羊肉っていきましたよ。まあ真面目に答えていきましょうか。まあ、いろんな他の肉から比べても、まあまあいいとは思います。脂質もね、鶏肉ほどは、脂質は低いわけではないんですが、まあ牛肉よりも若干脂質が低いのかな、まあトントンかな、はい。で、まあ脂質って言ってもね、この動物性のリアルな脂質は悪くございません。定期的に食べるのはいいと思います。週にそうですね、1回2回ぐらいの牛肉、その動物性の肉ですね、摂取するのはいいと思います。で、まあ羊肉というともうカルニチンですよね。カルニチンがとにかく他のお肉よりも豊富っていうところなんですが、正直痩せません。はい。これがもう結論です。はい。ここを知りたかったのかな。羊肉イコールカルニチンが豊富。結局、その羊肉の脂質、カロリーのインアウトで考えても、カルニチンをとって、ね、摂取できますが、痩せたりは、ほぼほぼしません。食べれば太ります。これがもう、あれですね。ただまあ、他の牛肉から比べたら、ちょっとはいや、でも変わらないな。はい。好みでいいと思います。ここら辺は。はい、次にこんな、質問です。ですね、この運動イコールダイエットっていうのは、ちょっとした誤解があるんですよね。ウォーキング、ね、超低負荷の、運動でしょうだろうが、超高強度のインターバルだろうが、それ以上のカロリーを摂取してしまえば、まあ、太ってしまうんですよね。じゃあウォーキングとかね、高強度のインターバルとかね、いるしたって意味ないんじゃないのってところなんですが、ダイエットとは違うってところにちょっと着目をしてほしいんですよ。はい。例えば、僕が一番ね、推奨している朝散歩、朝ジョギング、まあ朝サイクリングぐらいですかね、が非常にいいって僕は言ってるんですが、それっていうのはね、朝一、お日様を浴びて、軽いね、汗ばむぐらいの、20分か30分程度の、ウォーキングと軽い軽運動をするとですね、お日様を浴びて、セロトニンが分泌されて、まあ夜にはメラトニンに変わって、いい睡眠が取れる。そして睡眠っていうのは、良質な睡眠を取るっていうのはダイエットに効果あるっていうのは科学的論文でもう立証されております。なので、遠回りにダイエット、そこでダイエットが起きるんですよ。はい。結局運動不足をしてしだったり、朝お日さん運動とお日様を十分にしないと、睡眠の質が下がってきてしまうんですよ。で、睡眠の質が下がってくるっていうことは、デブホルモンのグレリンがね、バンバン出てしまいまして、まあ、もう、食べてもね、お腹空いちゃうのよ、みたいなことになってしまうんですよ。はい。なので、そういう、遠回しなダイエットに関わってくるので、その、ウォーキング自体ってことよりも、その後のね、生活レベルが上がるので、そこでダイエットにつながってくるっていうことは考えられますね。はい、そして今回の本題ですよ。これ、とうとうね、もう一番もう、皆さん、食らいつきたかった話じゃないですか。キャニオンからですね、アルティメットの軽量タイプですね、が一部、先行販売を、するそうで、まずですね、気になったのはね、このアルティメット CF、CSLX、9ですね、フラグシップに当たります。これがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。このセクシャリティな感じ。これはね、もう乗ったら所有感がもう、こうなんとドロドロなんかあれですよね。あれなんですよ。ごめんなさいね、勢いだけで喋ってますけど、これがとりあえず一番今回ね、目に行ってしまう思いがちなんですが、僕がね、特に今回のね、気になったのはね、
アルティメート CF SL7 ディスクですね。これがね、僕一番目に行ったところです。はい。で、まず値段がね、25万9千円ですよ。まあ、ここはね、キャニオンさんね、CM 費とか、ね、変に人件費を使わなくて、工場から直接ね、お客様に手渡しする。要は、ね、ピンハネがないので、その分安いっていう感じの、まあ、一番最初のやったメーカーですよね。性能がめちゃくちゃいい割にはクソ安いっていうね。まあ、いろんな意味でね、買ったはいいけど組んでもこうくれないよっていう人もね結構ね当時いましたがね、最近はどうなんでしょうか。で、まあまあ話はそれました。で、ここなんでこれが気になったかっていうのは、まずまあ今言った通り値段の割には性能がめちゃくちゃいいんですよ。で、しかも見た目、このね赤バージョンもまあまあ赤が好きな人はね、いいとは思うんですが、このねシルバーの方ですよ。黒とシルバーのこの感じ、これめちゃめちゃかっこいいですよね。まあもちろん今のトレンドをね完全に抑えつつ、ハンドルもね一体式ですよ。ステムドロップが一体式ね、ここもね全部キャニオンね、メーカーでね自家製で作ってますよ。でね、完成車で 8.18g ですよ。おかしいでしょ、この軽さでこの値段ですよ。もうこの時点でめちゃめちゃいいじゃないですか。オシャンティーポイントとしてはこのトップチューブですよね。トップチューブにもねアルティメイト、CFSL っていうねロゴの装飾が施されていて、そしてね、オール、105で、コンポーネントは、作られております。で、気になるねホイールがですね、DT スイスですね。もう DT スイスといえばもうね定評がめちゃくちゃあって、評判もめちゃくちゃいいです。で、確かここ空力も相当ね先行して、考えられているので、そこら辺もね、今流行りの流れにね乗っかってると思います。気になるねジオメトリーが、スポーツ、そうですね、だスポーツ走行の方に振ってあるので、まあいくらかねちょっとこうキュッとね、角度つけたね乗り方ができるので、こうスポーツ重視の人にはね力のね込めやすい、ジオメトリーになっているんだと思います。で、他にもね、アルティメットシリーズがねたくさんこうやってね、先行発売っていうことで、発表されております。でもねキャニオンというとね、先ほどもちょっと話しましたけどね、まあちょっとそういうところ、その組み立てるところ問題がちょっとねありますよ。ちょっと組んでもらうとこないって方とかね、まあ、自転車さんによってはちょっとねキャニオンちょっと僕嫌なんで、いやノー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 みたいなところもあるので、まあそこら辺がねうまくいく方にとっては最強のね、安くて性能がクソいいっていうね。まあレース会場行くともうとにかくね一時期めちゃめちゃ多かったっすからね。キャニオンだらけな時代がありましたよ一時期。それほどね人気があってね、まあ今もねガンガン人気がありますね。で、各言う僕も6年前ぐらいかな、ホアキン・ロドリゲスがね、日本に来日した時ね、ホアキン・ロドリゲスはね、キャニオン乗ったんですよ。で、その時ね、僕ね、もう会いに来ましたからね、ピンク色のキャニオンとホアキン・ロドリゲスとね、もう写真撮ったりして、青山だったかな、行きましたよ。結局キャニオン買いませんでしたけどね。その時組んでもらえる自転車とかなかったからしょうがないじゃないですか。まあだから僕もそういう問題があって買えなかったんですけどね。そういうところが、ちょっと、考えるところなのかもしれませんね。はい、そんな感じで終わりにしましょう。いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そしてサイクルラジインフィニットよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。